い、どうもピョッキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、インディアナトロールのバージョン 1.9 ということで、アメリカのインディアナ州をイメージしたトロールコースなんじゃないんでしょうか。まあそれか作ってる方がインディアナ州に住んでるか、どっちかだね。で、僕一つ気になったことがあるんですよ。このサムネ、マリオの前に白い物体があるじゃん。あれなんだろうね。正直僕すいません、考えがいつも幼稚で。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。 で、みんな任天堂ダイレクト見た？ゼルダの新作が出るじゃん。確かティアーズオブザピオキングダムだったっけ。マジですごい楽しみなんだよね、あれ。開幕何者だ。まあ大体想像ついてました。1キャップが何個も降ってきたら最後に敵キャラが隠れているんじゃないかなと。クリームオンが右の50コイン信用していくと思う絶対ダメだ、あの50コインを閉じ込められる気しかしないね。え、また50コインあるけど、ここは信用していいのかな。信用したいと思います。矢印がここまで書いてるんなら。来た。え、これ来たんじゃないの。来た来た今日は50コイン信用していい日だ。何もかも信用していきたいと思います。じゃあここパウを叩いて B スイッチを踏む。今のなかなかうまかったんじゃないんですかね。とうとう僕の時代がやってきました。ここはメイトを蹴ってすぐ右。いや、あのスター怪しすぎるね。後ろに USA が隠れてないと見て、ちゃんとやっていこう。ただ僕は今めちゃくちゃ鼻がかい。猫を飼ってる方わかりますかね。たまに顔に猫の毛がつく時あるでしょ。しかもそれが今僕は鼻の下についてる状態なんですよ。すごくかい。だが取らないで。はい、僕はこのまま先に進みたいと思います。さあ、クッパクラウン乗してくれるのか。誰に乗してクッパクラウン下かい。そういや、最近ツイッターとかでもさ、ちょくちょくメッセージもらうんだけど、 TikTok に僕の偽物がいるらしいね。まあ、偽物って言っていいのかわかんないんだけど、まあ、僕の動画をね、いっぱい投稿してるみたいな形になってるんですよ。ここはピンコインコースだと思ったけど違うね。よし、下上上を信用するか。どの筋肉だれば。で、そのことについてなんだけど、悪用されない限り自分の動画ってどう使われようと構わないんですよ。その TikTok の方っていうのはプロフィール欄にさ、僕のことを何も書いてなかったから、結構なりすましいっていうコメントでめちゃめちゃ溢れてるんですよ。まあ、僕的にはさ、どっちもありがたいんだよね。そうやって言ってくれてる方もありがたいし、僕の動画をね、載してくれてる方もありがたいって。まあ正直言えばプロフィール欄にさ、僕の動画はこちらですみたいな本件に誘導する URL 欲しかったよね。じゃあここはバネは何もしない方がいい。なんで上が正解そうじゃないのか。そしてこの四角の枠は何もないね。頼む、ブロンズ壊れて。僕の頭が壊れちゃった。いろんな意味で壊れてるもん。どんな動画がバズるかわからないからさ、むしろ勝手にボンボン上げてってほしいぐらいだね。じゃあここは10コインは信用していいのか。右のシーソーをかわせました。頼む10コイン、さっきは正解だったよね。ザクは引っ込んでる。いや、それこそさ、リコリスっていうアニメだったっけ。水槽の前で可愛い女の子が魚っていう部分があるんだけど、それを僕の声に変えて魚やしてたところがあって、マジでめちゃくちゃ面白かったんだよね。やっぱそういうのってさ、自分じゃ思いつかないからボンボン使ってほしいね。それじゃあここは10コインは取らないで、この土管の方に入れば先に進めるっていう感じでしょ。そろそろ中間ポイント欲しくない。そのリコリスの動画のやつ、この動画の最後に貼っとくね。著作権で引っかかったらもしかしたら消しとくかもしんない。なんでそれ見ててマジで面白かったから、知ってる方はね、笑えるかもしんない。じゃあここは右にすぐジャンプして、ここはすぐもうすぐ右出しようか。一応やし、ごめんね、今日雑談が多くて、こっから真面目にやっていきたいと思いません。ただ今ので分かった。この右の石足ダッシュしたら抜けれると。さあ行くぜマリー、君の足を見せつけろ。はい、さあここはゆっくり行こう。自分の足を過信するな。過信していいのは自分の家臣だけちょっと待ってつまんねー、何過信だけって。しかもさ、この石足右の方パラシュート生えてたよね。なんでこの、あ、これで合ってたみたいな。あー、なるほどね。あそこでオーが開くんだということはこっちで合ってると思います。さあ中間ポイント、すぐ右にダッシュしたらいけなかった。なんか砲台出てきたよ。なるほど、ここは知りたいっていう感じか。どうせ魚じゃないんだろ、別の違う何かじゃないね。もうちょっとじらさんか。次こそ中間ポイントを取れると思います。一旦ここで砲台を出す。ここで取ったぞー
いや中から位置までめっちゃ長かったな。僕は上は信用しない。下から一個下が罠っぽいもんね。だってこっちが正解なんでしょ。このポークフィッシュが、まあまあチェックポイント取れてるからね、心はかなり余裕があるよ。で今日さ、やっぱ10コインとか50コイン全部信用してっていい日なんじゃないの。じゃあここはオンオフをして、何か変わりそうなら一回上のハテナ叩いてみるか。やっぱ何もないね。これはニヤニヤしてんじゃねー。あのサンボがどこまで来るかだよね。オンオフをして一体左まで逃げてみる。あそこで止まるんだね。そして次はボム兵が爆発してくれるっていう感じっぽいね。じゃあハテナを叩いて、あれ、あこれでいいの。あのボム兵どういう意味があるんだろうね。上も行けないしさ。じゃあ土管に入っていきたいと思います。次は何が来る。ここは何もしない。ここ落ち着けばよかったね。しゃがんでおけばあの砲台回避できたと思います。じゃあちょっと待って、2回目出るの待とうか。1回目めっちゃ早くなかった。なんで1回目あんな早かったんだろうね。この矢印はなんだ。右の矢印も怪しいな。どうしよう。右を信用する。これでしょ。この矢印が左の矢印で問題ない。ここ違ったらカットしたいと。なるほどね。今日はでかいコインを信用して矢印は信用するなんていう日だったんだね。これさ、右にジャンプして届くんかな。一旦勢いつけていってみる。あ、結構余裕で届くんだね。そしてこの四角の枠怪しくない。いやちょっと待って、左カローンの甲羅が出てきたのが見えました。これ乗って上にはいけないか。じゃあ右のハテナが何か鍵となってるみたいな。鍵か、鍵だけに。いやよく見てたと思わない。どうもよく見てる系 YouTuber です。よく見てる系 YouTuber とか言ってる草。じゃあこの鍵手に入れて中間ポイント2の場所まで行けるんじゃないんでしょうか。かける2って書いてる。ふざけんなって。いや面白い面白い。これ2回往復しなくちゃいけなかったんだね。今んとこまず1個鍵手に入れる。そしてもう1回右に行って、ここで左に戻れば鍵手に入れれるみたいな。なるほどね。これ3回とかないからもう一回行ってみようか。あーもうないのね。出てきて欲しかったな。あと1個。これさ、やっぱこっち違いますよ。やったら僕ちょっと怒っちゃうよ。頼む、こっちが正解であっててね。来た。あとはフラワーを取るか否か。僕は取らないで右に行きたいと思います。合ってる。うますぎる。今日なかなか調子いいんじゃないの。そして今日は10コインは信用していい。頼む。やった。調子良すぎよ。もうマジで調子良すぎよ。このままゴールまで行けるかもしんねえ。僕の時代がやってきました。このハテナは叩く。いや、まだブブーがブブーの可能性あるよ。一旦下行ってみようか。なるほどね。ハテナを叩かず下に降りたら先に滑るっていう感じだね。そしてここはハテナブロックとバネ。これアイテムが出るんじゃない。なんでこの場所に置いておく。あ、そっち。キノコ様、絶対ここコインのところにねアイテムが来ると思った。じゃあここで回収してガリガリを抜けていけと、そういうことですね。でここは2分の1と見えるでしょう。50コインは信用していい。多分あれゴールだよ。頼む50コイン。ディレレティティディレレティティディレレティティディレティ。ここ何が本当にゴールしたって騙された方いるんじゃないかな。 BGM 消しといたしさ。それじゃあこっちの土管に進んでいきますか。そろそろもうゴール近いんじゃない。じゃあここはハテナを叩いて、いやちょっと待って、ここちくわブロックあるね。一旦落としておこっか。これでアイテムだったら下に来るでしょ。多分下に行くのは間違いないと思う。なんでここで走って出す。これでどう。いや今の花ちゃんは焦るでしょ。え、これ何。あ、こういう死に体験。テーブルテニスか。なんかこういうミニゲームあったね。ここでバネで返して、なるほどね。あとパンを3回あの崩してマリオに甲羅を当てろって、そういう感じだね。これ地味にめんどくせえ。これもうちょっと難しかったらいいのにね。結構簡単かもしんない。これこれはもういいね。飛ばそうか。このボム兵なんだろうね。あ、別に意味ないのか。そしてこのまんま上に行って何もしない。そしてちくわブロックに降りてつららを落としたら先に進めるっていう感じだね。うわこれどうしよう。今度はファイヤーフラワーいるみたいな。なんで、おお来てる。そしたら
どけイモムシ。多分ここバブル落ちてくるんだろうね。あ、鉄球が壊してくれんのか。てっきりバブルと思ったけど違うんだ。もうそろそろゴールだよきっと。何もしない、僕は何もしないよ。今右のドライブ入ればよかったの。ねえ、こっちが実は正解っていうパターンなんじゃないの。いやいや、まだ救済措置あるかもしんない。ピーの音が鳴り続けて何か変わるみたいだ。ほらほら、さっきこの土管入れなかったもん。なんで。やめろ。どうもありがとうございました。それじゃあ次のコースは一発張りよ。ドッスン99体使ったコースということで、説明文にですね、ドッスン以外の敵はいないですって書いてるんですよ。ということはこのコース、あのドッスンを抜けた先にゴールがあるんじゃないかなとそう読んでいるんですけど、その前にこの制作者さん、ペテリギウスって書いてるんですよ。きっとリゼロが好きな方だよ。ということでこの私、制作者さんに敬意を持ってペテリギウスのモノマネをしてコースを始めていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.63%。私は魔族教、ちょっと間違えた。魔族教って言ってしまった。ちょっとやり直していい。私は魔族教滞在司教、タイダ担当、ビオキングロマネコンティです。さあ始めていこっか。この続きはもういいや。あ、なるほどね。ここでドッスンが向かってくるのか。じゃあこのドッスンの上に乗っていけばいいっていう感じかな。あ、一旦ここで切れてるんだね。そして左に4体来てるけど、このドッスンに乗っていけば終わりみたいな。いやでも右からもちょいちょい来てるね。あ、次次。なるほどね、面白いじゃないか。壊れたピタゴラスイッチみたいな感じだね。それともドッスンのサンドイッチを意識してんのか。じゃあここはメリーク、これで大丈夫。そしてこっからどうしてるんだろうね。右、一旦右行ってみようか。あー、なるほどね、あそこに綺麗に入らなくちゃいけないのかな。もう分かった、ドッスンの一番上で、ね、ジャンプすれば届くんじゃないんでしょうか。届け。もはや運ゲーと化しているこのコースと思いきや、何かしっかりと攻略法があるんじゃないのかと私はそう読んでいる。右のドス何段目からジャンプするか大事なの。この5段目から 6段目からいってみるか。これでどうですかね。タイガですよ。上から6段目のドスはダメということが分かりました。じゃあ一番うちは3段目からいってみるか。このドスはどうですかね。4段目だ。4段目のドスに乗れば私のシュタインズゲートは開かれる。頭おかしくなってきた。3段目じゃない、多分これでいけるみたいな。うわ、今の絶対いけてもよかったね。めっちゃ惜しかった。ただ今ので3段目っていうのは分かったね。なんでドッスンはあまり動く。いや、これなかなかバッチグーなタイミングじゃないの。いやおいで、マリオタイム。いや、このコースめっちゃ好きやわ。ゴールした時の快感半端ないね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。